どうしたら奥女になれるっていう、はい、一言できましたね。どうしたら奥女になれるっていう質問をいただいてます。私がね、じゃあ5000万から奥女になった時に何が一番変わったのかっていう話をしたいと思うんですけど、でもちなみに、まだね、例えば1000万いってない、5000万いってないっていう人は、まあ、まずは多分1000万目指すとこからかなっていう気がする。なぜならね、今からするどうしたら億女になれる方法っていうのは、私は5000万稼いでたからこそ、あと私に足りないのはこれだって思って、スッと入ってきて、いや、これしかないわ。これやるしかないわ。やろう。やりたいと思ってできたんだよ。でも、今から言う話って、多分まだ、100万円とか1000万とか5000万とか稼いでない人には、なんかピンとこないというか、あんまり面白くない話だと思うんだよね。うん。だから、どうしたら億女になれるというのは、まあ、まずはね、自分はいつか億女になるっていうことを、心に誓っておく、欲望リストに書いておくっていうのは、一個あるとして、次は具体的にどうして叶えていく編で、まずは100万なり1000万なり目指しましょうっていうね、普通の答えになっちゃうんだけど、で、もし今、例えば3000万とかね、5000万とか稼いでる人が、まあ、でもいいわ。うん。どうしたら億女になれますか？私、もう一桁変えたいんですと。うん。いう人に対してのアドバイスは、私が5000万から1億に変えた時に何を変えたかというと、こだわりを捨てたわね。もうどうでもいいこだわりを捨てた。もうこれしかないんですよ。うん。で、これは、私ね、この前インスタで、シェアしたら、すごい大好評いただいた、小田切浅葱の人生を変えた10冊っていうね、インスタの投稿が800保存ぐらいいただいて、すごい大好評してもなんですけど、うちのインスタチームの子がすごいアイデアを出してくれて、すごい素晴らしいインスタ作ってくれたんだけど、その本の中に、億男っていう小説があるんですよ。で、私その億男を読んだ時に、文字通り、あ、億ってこれかってすごい、もう、ビビビビって、こう、稲妻がね、自分の中に走って、それですごいいろいろつながって億超えたんですよ。うん。で、ちなみに小説と、映画があるんだけど、私映画の方がどっちかっていうと本当はおすすめなのね。だからぜひね、億って何かっていうことを知りたい人は、その億男の小説か映画をね、ぜひ見てほしいと思うんですけど、そこで書いてある中で、私が一番インパクトを受けたのは、なんかね、主人公の親友が、落語を上達するには、その一語一句同じ真似をするのが一番、落語を上手に、やる方法だっていうこと。もう、とにかく乗り移る。自分に、その人の落語スタイルを乗り移させて、で、その通りにやる。これが一番上手な落語というか、うん、なんだっていう話をして。で、お金持ちになるのも一緒だと。うん。お金持ちの、がどういうやり方をしてるのか、それを全部そのまま自分に憑依されさせて、同じことをやるだけだって書いてあって、そうだ って思ったわけよ。ネットフリにあるんじゃないかな、わかんないですけど、探してみてください。うん。で、同じなんですよ。テニスも同じで、どうしたら上手になるかって言うと、すごい上手なプレイヤーと全く同じプレイしたら上手になるでしょ？ね？うん。お笑いとかも全部そうで、だから、あ、お金も一緒なんだ、マジでと思って。で、その時にね、5000万時代の私っていうのは、億稼いでる人と全く同じやり方をしてなくて、ちょいちょい変な自分のしょうもないこだわり言ったんですよ。いや、私は LINE はそんなに送りたくないとか、いろいろあるわけ。いろんな小さなこだわりがあるわけ。自撮りはアップしたくないとか、短尺動画流行ってるけど、なんかそれは私のスタイルじゃないからやりたくないみたいな。私顔出しは全然 OK だったんだけど、顔出しはしたくないとかね。そういうことで悩んでる人多いじゃないですか。ね。そういういろんな、その稼いでる人が、私はこうして億稼げましたって言ってる方法があって、その通りにやれば億稼げるのに、そうじゃない、しかもしょうもない、割としょうもない自分のこだわりをすごい大事にしてたね。うん。で、そのしょうもないこだわりを捨てて、いや、億稼げんだったら何でもよくないかみたいな ふうに、なんか優先順位が変わった瞬間に億稼げるようになったのね。だから、その優先順位は自分のしょうもないこだわりと億稼ぎたい、どっちが上か。そのしょうもないこだわりを優先するのをやめて、いや、億稼いどこっていうふうになったら、億稼げます。はい。うん。